不良ゼロの実現は、自分自身が不良ゼロは可能であるとまず自覚することが必要です。そして次に大切なことは、品質不良を科学的な分析手順と加工の原理原則に照らし、理論理屈で考え、改善改良をして不良ゼロにし、それを品質保全で維持管理することです。それでは TPM 優秀賞を受賞した群馬精機株式会社富岡工場の製造参加の活動を事例にして、不良ゼロと品質保全の進め方を紹介します。製造参加は、建設機械、各種産業用機械、工作機械などに使用される油圧制御弁の加工から組み立てまでを一貫して生産しています。特に CE 油圧ラインは、コネクションプレートの加工、ホーニング、組み立て、性能検査の仕事を担当しています。ところが、コネクションプレートを加工している EPCP 加工ラインで、毎月品質不良が時々発生していたのです。そこで傘下の人たちは、このような展開手順で不良ゼロへ挑戦したのです。傘下はフェーズ1、減少の数値化の活動から入りました。まず最初に、コネクションプレート CP 加工ラインの6ヶ月間の品質不良データを取り、品質ネックライン分析をしたところ、20件の品質不良がこのように発生していることが分かりました。そしてこの20件の品質ネック工程分析をしたところ、すべて第4工程の穴開け工程で慢性不良が発生していたのです。そこでこの第4工程を品質ネック工程としたのです。穴開けの第4工程を品質ネック工程とした傘下は、20件の穴開けの不良現象の内容を詳しく調べたところ、 CP5-14 の内径深淵度の要求品質5ミクロンメートル以下に対して 5.75 ミクロンメートルの不良状態のもの、内径プラスの要求品質上限プラス 0.018 に対しての XX はプラス 0.033、 YY はプラス 0.031 の不良状態のもの、その他内径マイナス不良や内径粗さ不良などのものが発生していることが分かりました。4つの不良現象が発生していることが分かった傘下は、20件の不良状態をよく調べたところ、内径深淵度不良9件、内径プラス不良5件、内径マイナス不良3件、内径粗さ不良3件がそれぞれ発生していることが分かりました。そして6ヶ月間の生産数に対してどのような不良発生比率になるかを計算してみますと、 0.425% の比率となりました。この 0.425% の比率をベンチマークとして不良ゼロを目指すことにしたのです。不良ゼロへ挑戦して高品質工場を実現することは、もちろん簡単にできるものではありません。多くの工場では現実には不良ゼロの工程はほとんどなく、何らかの不良が発生しているのが現状です。そこで品質ネックライン分析をします。品質ネック度の高いものを製品、ラインや工程から取り上げて品質改善を行うのが効果的です。品質ネック分析には
不良件数や不良率だけでネック評価を行う場合と、不良件数や不良率は少なくても人身事故や重要保安要因につながる品質不良がある場合があります。その時、品質特性の重要度評価を行い、件数や率に関係なくネック順位を決める場合があります。品質ネック工程が明確化できたら、現場の全員、スタッフの協力を得て、傘下の例のように不良現象を明確化します。具体的には、品質不良の現物を準備して、発生している不良現象の層別判断をしやすくしたり、不良現象を区分定義して現象の絵を描いたりすることが大切です。なぜならば、不良現象が不明確ですと、誤った対策を取ったり、問題の大きさが不明瞭となったりします。